義手四十七図、近松貫禄行重、近松行重、元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は貫禄。変名は、森聖介、田口三介。漢文十年、近松高生の子として誕生。異母帝に、奥大行孝がいる。現義高の抜流を称し、先祖は、大見国の佐々木六角家の手に、 近松家を継いだ。祖父の近松遺憾は、豊臣秀頼に仕えて、後に方言に除せられる意志となり、三次朝の家に仕えた。その後、朝の長次家の懇願により、阿公藩の天移として仕えたともされる。しかし、聖中義士伝では、雪茂は、阿公朝の氏の不大家人であったと書かれ、阿公の多い詩神社に、先祖代々使用した槍が奉納されている。 元禄十四年三月十四日、江戸城昭子王廊下で、主君、浅野長典が、良義仲へ人情に及び、浅野長典は即日切腹、阿公藩は海役となった。阿公城会場後、早見光隆と高野山へ登り、浅野長典の石踏みを混流している。その後、近松家本家がある、大見国屋郡ぐ昼田へ隠れ住み、一時本家、近松井の勇士となり、 大石義雄ら同士と連絡を取り合った。元六十五年二月、江戸急進派の陳部のため吉田兼助と共に江戸へ下る。田口三助と変名して吉田と共に新工寺町に借屋を借りて潜伏した。八月に京都へ戻り、大石義雄に江戸の状況を報告。十月、大石に同行して江戸へ下った。江戸に着くと三浦十右衛門と変名して、 国庁三丁目に潜んだ。十二月十四日のキラテー打ち入りでは、表問題に属して、屋外の守りについた。その際に敵と激しく切り結んだが潜水に叩き落とされ、味方が駆けつけ危ういところを救われている。また、潜水に落ちた時に、左股に深手を覆い、引き上げの際にはカゴに乗せられている。その後、細川津成の屋敷にお預けとなる。 元六十六年二月四日、江戸幕府の命により切腹。去年三十四海名は、はずいろ、鶴るぎ新墓所は、徳島県徳島市の自公寺と滋賀県安市の西木織寺。雪茂には、神三郎という家僕がおり、浪人となった雪茂は暇を出そうとしたが、あくまでも賛死するよう願い、常に突き従った。内入り前夜には、 大石義雄に命じられて、養前院に、金銀受払い帳その他の書類を届けている。内入り屋は、門外で周辺を警備し、赤穂浪士一行が、仙岳寺へ引き上げる際、宿位を表しながら浪士たちに、みかんや餅を手渡して回った。そのため、後世、義牧と呼ばれた。清中義士伝、第二巻、地下松貫禄行主家。 近松館六行獣キラテ打ち入りで使用したと、伝わるやりよし尊が法能神戸新聞、安群死下館上杉屋奥間市、大河原文書細川屋、堀内伝右衛門覚え書き、近松館六行獣キラテ打ち入りで使用したと、伝わるやりよし尊が法能阿光民報。ありがとうございます。